は21歳の男性に不眠に効くツボとか、まあ、整体をご紹介いたします。背中には背骨際に自律神経に神経がありますので背中をよくほぐすといいですね。背中を背骨際をしていきます。ね、腰が痛い方とかもそれが気になって眠れないというのがありますので、うん、そのような方のためにも予防改善のためにも、お背中をほぐしておくという必要がありますね。痛いですか、ね、痛い場所はポイントで押さずに手を広く当ててほぐすようにしてください。スキンが難しい方はこのように叩くのも効果的ですね。それからよくさすっておく。これでもかなり、痛みが和らぎますね。ほぐれます。はい、では次頭ですね。仰向けです。百会というツボをしていきますね。鼻と耳の、延長線上ですね。で、頭の一番高い部分ですね、頭頂の部分にあります、まあ、痛い場合にはこうちょっと当てる面を広くしてこれで痛くないですね。だいぶマシです。はい、したりこうちょっと叩くようにする。ツボ押しのポイントとしてはまっすぐ垂直圧ですね、足の方に向かってぐーっとしていって体重圧ですね。それでゆっくりじわーっと抜くようにします。押すことが大事に思われるんですけれども、むしろ抜く時の方が気持ちよさがありますので、じわーっと入れていってスーッと抜くように、抜く時に注意を払ってパッと離すような抜き方はしない方が効果が高まります。はい、また不眠のツボとしては失眠というツボがかかとにありますので、こう押していきます。かかとのちょうど真ん中ですね、こうグッと押しますね。でこのようにして押しますね。かかとの
真ん中ちょっとマジックで描きましょうか。で印をつけますね、このあたりですね、かかとのちょうど真ん中あたり両方にありますので左右とも、はい、このように押します。でも関節ができてない方は棒を使って押すか親指でこのように押しますね。グッと押してスッと抜く、グッと押してスッと力を抜く、これを3度ほど繰り返します。感覚はどうですか？どう？何も感じないですか？痛いですか？ちょっと痛いですね。腰の悪い方はここが痛いということありますね。棒を使って押していただいてもいいですし、こうやって指で押してもいいですね。親指で押す時の注意点としては、ここの膨らみを出すようにしてください。ここが出っ張るようにして押してください。このようにして押してしまいますと指を痛めますので、ここを出して曲げて押すようにしてくださいね。母指圧をするとき、それを自信がない方は棒などを使って、つぼ押し棒などを使って押すようにしてください。指を痛めますので気をつけてください。はい、それからですね、今度はですね、親指ですね、親指のゾーンと薬指のゾーンをほぐすようにしてください。親指と薬指、はい、これはちょっとリフレクソロジーを行いますね。本来はちょっとこう全体に多少なりとも塗って寝た方がいいんじゃないですか。とりあえず全体に塗って、それから親指ですね。こうやってしごけない方はこう挟んでこれでもいいですね。こういう感じで親指っていうのは頭の疲れを取りますので、いろいろ考え事をしてしまったりして眠れないような方は特にこういう足の親指ほぐしておくといいですね。そしてでこの薬指なんですけど、こちらは自律神経の調整にいいんですね。それから指先をほぐしておくことで血行を良くする作用もありますので、全指をやってもいいんですけど、時間がなければ親指と薬指を行ってください。はい、こちらも行いますね。親指と薬指あるいは頭といったところをほぐしておくと寝つきが良くなりますし、睡眠の質が上がりますね。指に力が入っているような方の場合はこうして指を曲げたり開いたりして
足の指の緊張を取っておいてください。反対の足も。あんまり動かしてない方は痛いんですけれども、関節使った方がいいので、曲げられるところは曲げたり開いたり伸ばしたりっていうのを足先までやっておくと血行が良くなりますし、歩いたり立ったりした時の負担が軽くなりますので、指もよく動かすようにしてください。はい、以上そうですね、挨拶を。以上が、もう一度、解説しますと、足の親指、薬指、それからかかとの膝眠、それから頭のてっぺんの百会、それから背中ですね、こういったところをほぐしておくと、質のいい眠りが得られるかと思います。寝つきが良くなったり、ぐっすり眠れるということになりますので、お試しください。いかがでしたか？足が本当に痛かったです。よく眠れそうですか？まだちょっと分かんないですか？非常に多分よく眠れると思いますので。こんだけ痛い思いしたんですからね、はい、そうですね、寝が日でも寝たいですね。そうですね、はい、足が暖かくなった感じはしますよね。あ、それはしますね。はい、まあ、やっぱり頭寒足熱といって頭がスーッとヒヤッとしてて、足はポカポカしているっていうのが、まあ、いい眠りのためにも健康でいるためにも必要なところなので、夏だからといって足冷やさないようにしてください。ありがとうございました。